この板をですね、まあ、ここで調節する前にですね、この下を先作ってしまいたいと思います。木工ボンドですね、これをここに塗ります。はみ出てきますんで、水で濡らした、これはキムワイプですね。これでここをなんかこう90度でねガッて止めるクランプが欲しいですね。またそんなんも用意したいですね。持ってないのでとりあえずこれでギュッと押し付けてしまえば結構埋まりそうな感じもするんですよね。2センチ取って、で、こうですね、こうですね。ここにこれが乗るという形ですね。はい、ですね。で、今からパテを持ってこういうところの隙間をちょっと埋めていくんですけれども、こうくっつけてしまってからパテを塗ってで、パテを持ってね、こう削ろうとすると角が落ちてしまうので、これとこれそれぞれは別々にした状態で、パテを持っていきたいと思います。